自殺のあれで思い出したけどさ、うん、なんか妙に猟奇的な事件が多いやんか最近。佐世保とかでもそうやさ。なんかすごいよね。その前もこれ岡山かなんかで監禁。俺好みの子供に育てたかったっつって、もうああいう報道見ててさ、やっぱまあいろいろ思うことがあるやんかさ、うん、アスカの時にも言ったんやけど、うん、知ってるあれ、なんかほんまに改装して窓のない部屋で、うん、っていうちょっとまあ最古な感じなの、もう見るからで、なんか SE をやってて自分の仕事に集中できるように雑音が入らないようにもう窓はなくしたとか、うん、リフォームしてね、うん、とか壁一面がアニメのポスターやったとか、うん、いやそれだから関係あるかと、うん、どうしてもイメージ、そうイメージ操作したがるような、そういうので、いや監禁してたことはほんまにあかんことやけど、うんうんうん、アスカのしゃぶ中セックス、うん、スカトロジーのくだりじゃないけどさ、いやそれ別に今言わんでええやんかっていう、いや焦点ぼやけるから、うんまあ、そうやな、関係ないやん、なんでさ、うん、じゃあアニメ、うん、少女のアニメポスター貼ってるやつみんなちょっと取材行けよと、うんうん、何も悪いことじゃないやんか、うん、それ絡めて報道したりするやん、イメージ操作するために、やっぱ気持ち悪いやつなんやとか、ね、その潜在的にちょっとオタク気持ち悪いみたいなところのさ、イメージ操作しようとしてさ、とかもう違和感がまずあんねんと、めっちゃ根本的なところなんやけど、あれな、捕まってからな、俺まあ最近朝ワイドショー結構見るんよ、まあ、どこもめっちゃやってるわそのニュース、あれなんであんなやんの、お、どういうことや、捕まっての後、もうええやん、俺らそんなその人のこと知らんくても、周りの人に取材したりさ、何年前なんか生い立ちからおったりさ、で大体いやすごく感じはいい人だったんですけどねとか、周りの近所の人がいて、あでもなんか時々なんとかが聞こえてきてとかやったりとか、何月何日にここで会って、その時に同級生がなんか連れて行かれるの見ましたみたいな、同級生に声聞いてとか、それを見ててもうポーってなるだけやのか、でっていう、あれなんなん、こと細かく捕まった後ずっとやって、あれなんなん、だから気をつけましょうねの情報でもないんやで、もう終わったことを何月何日の何時に警察は突入とかで、その時の模様とかで 3D でなんかこういうの作ったりしてたりとか、ポーってなんねん、でっていうことを全局めっちゃ時間を割いてやってるやんか、あなんなんあれって、なんでやんの、あれ捕まった後あんなにことを細かく、いや警察は捜査したらええと思うで、まあそうやな、で当然それによって罪の重さも変わってくるし、警察の今後の対応法にもかかってくるかもしれへんし、それが何犯罪心理学みたいなところのさ研究対象になるかもしれへんし、ただ我々に見せられたところでもうそうだよな、なんかどっかの市役所の議員さんがワーキャー泣きわめいた北の高校出身やん、あそうなんや、あれとかもなんかこう、うん、その後ずっとずっとやってたね、やってたもんな、うん、あれはなんなんやろうな、時間潰しとしか、でも時間潰し、ま、紙面潰しやろうね、まあ、結局毎日テレビでワイドショーでその時間報道しなあかんから、うん、2時間なら2時間なんかせなあかんからな、うん、でもそしたら一番キャッチーな、やっぱこうジジやん、そうやな、ジジネタがで、いや、捕まる前やったらええよ、うまいこと情報も操作しながらさ、みんなの情報も摂取するためにさ、捕まる前にはうまいことやったらええと思うけどさ、おびき寄せたりすることもできるやろうし、犯人を終わった後にあんなやられてもな、まあ娯楽やからね、エンターテイン界だ全部込みで、いや完全にこんなん言ったら怒られるやろうけど、うん、特に昼間のワイドショーとかあるやん、うん、ヒルナンデスとかさ、ワイド ABC ですとか、まあ、東京の人には分からないんだろうけど、ワイド ABCDE っすっていうのがあったよね、関西でね、もう今ないんかな、分からんけど、まあ、チチンプイプイしかり、チチンプイプイとかさ、パパパンパパンパンパパ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 ンプイプイみたいな、もう基本的にエンターテインかよ、暇つぶしやろ、うん、まあ、時間つぶしやろね、主婦のね、そう、暇な人の時間つぶしだ、頭使いたくない、なるほど、ただただ享受して、そうそうそう、右から入って左に抜けていく感じや、そう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 、でそれを見てアホなやつが映ればやっぱアホだね、ホとでオタクが映ってオタクが何かしました、やっぱオタクはダメだね、気持ち悪いね、そうそう、みたいな、こう反射、何も考えることなく、そうそうそう、脊髄反応みたいな感じでこうする人たち向けの娯楽やから、なるでええんか、だからなんかその風刺画みたいなもんやろや、あなるほどね、風刺画の方がもうちょっと頭いい人向けな気がするけど、そうやな、
な、いやでもなんかいらんよね。不思議なのはあの見てる側の人はもういいと思うね、パッパラパーやから。見てる側で視聴者だからな、視聴者視聴者視聴者、そうそうそう、もうその人たちはもうパッパラパーかいな、うん、パッパラパーかわいいかいなそれもう分かんのかな爆風スランプのね、うん、まあやから、まあ、それを見てこう反応してる人たちにつける薬はないですよ。もうその人たちに例えば仮にもうちょっと役に立つ情報を提供したって面白くないってチャンネル変えるでしょどうせっていう。そうか、役に立ったとしても岐阜県でおば78歳のおばあちゃん近藤水戸さんが行方不明ですって言われるよりは、うん、野村議員がワーキャーワーキャー言ってる方がもう面白い。そう、ほんであの子たち、あの人本当ダメだよねみたいなっていうのが、うん、がもういいんでしょう多分知らんけど、うん、そういう体よくわからないんで、テレビがそれをやり続けれてるってことは、うん、そういうアホな人たち向けの発信っていう方が、うん、あの数字が取れて、うん、スポンサーがついてっていう、うん、またまあそういうのがあってやってるんだろうなっていうところから逆算して考えると、まあそうなんやと思うねんけど、よくわからないのがそのああいうコメンテーターの人たちやん、そのなんやらいう代議士をすごいこう糾弾してみたり、なんかそういう何アニメオタクみたいな人たちのこう性犯罪がどうとかみたいなことをこう社会正義みたいな感じで振りかざす人たちやん、あの人たちってどこまでシラフでやってんねやろっていう、うん、あいつは決まってんちゃうかなっていう、アスカ了解な大丈夫お前らのバランス感覚っていうのはすごい思うけどな。でもよくないけどええよな、あんなのしてさ、うん、20分ほど V 見てさ帰ってきてさ、うん、その通り一遍との「いやダメですね」っつって、うんうん「税金をもらってるのに何を考えてるんですかね」って言って CM 行ってものすごいギャラもらえるとか、うん、いいよな、うん、関係ないとこからってって言って、うん、でなんかそれっぽいこと言えばいいんやろ、うん、それっぽいことはそれは言えるやん、それ何ぼでも言える、もう大人やし、うんうん、もう結構知識人と言われてる人が一応集まってるわけやからな、うん、別に、うん、犯罪は良くないですねみたいな子供にこれどう説明するんですかねって言って CM いいよな。そうでちょっと体制をちらっと体制批判入れるっていう、これを放置してたあの県警は何を考えてるんでしょうかねとかって言ったらもうそれで好感度グーンやんか、お金もジャジャーン。なんか報道みたいな、報道とかそんななんかなんやろ、知る権利に奉仕とかなんかそんなんじゃないんやろね別にね。そういう人たちも忘れていくんじゃないの。まあ視聴率も稼がなあかんしね、まあ、とはいえビジネスでやってることやからな。コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。それもまあすごい下世話な話なんやけど、あの後藤真希ちゃん、ごまき、モーニング娘。モーニング娘。ごまきが結婚したの知ってる。あ、誰と。あの一般人と、あ、地元の普通のなんかドカタやってる、マジでなんか辛かった時に支えてくれた普通の一般人、マジ後藤真希と結婚できるんやったら支えるよね、支えるの年収がなんぼやみたいなのとかがバーンって、まあ下世話の話だけど終わりまして、ああ、うん、いや全然悪くない数字よ、だって25歳か26歳からがそんなやから、まあ、まあ若いんや、若いの地方群馬がどっかやから、へえ、まあどかたやけど、あ、まあ全然いいやんな、うん、いやそんなんとかさ、それ別にさ俺らはええで別に、うん、まあへえってなるやん、うん、終わるやん、あの旦那さん不幸もいいとこやな、いやいやだって友達にお前さじゃないって、いやいやほんまそうやな、あれをさもう調べるのも下水し、うん、それを発表するのも下水し、俺は今発表したけどなんで発表すんやろうな、いやもうほんまにな、なんかそんなことしたらあかんやろ、うん、もう普通に考えて、うん、もう難しくじゃなくて倫理的に、だって友達でもさ、うん、俺だって健太にさ、うん、健太だって俺とか、うん、もう誰にだって去年なんぼ稼いだんて、やっぱデリカシーがちょっとでもあれば聞かれへんやんか、これをね、テレビで言うってすごいよね、すごいよ、なんでそんなことをするのかが、なんとかってひどいなと思うけどな、なんか、いやそれが例えば後藤真希結婚したなんか青年実業家年収3500万、うん、でもブチブチ言うし、うん、で、どかたの人、うん、10万でもブチブチ言うし、うん、いやもう結局ブチブチ言うんやったらもうほっとけやってなあ、いやしい、見てる方もどうせすぐ忘れるやんか、うん、そんなんて、なんかかわいそうなの後藤真希と後藤真希の旦那さんだけやんね、なんか何も見出してないよなそこから、
みんな言うてるけどさ、うん、あのワイドショーのなんかあの梨本なんとかとかさ、うんうん、あのもう一人リリアン井上とか、うん、とか恥ずかしくないのかな。なああんな仕事を、うん、誇り持ってやれてんのかなって。なんかマジであの人間として最下層だ、ね。いやなんやろうなモチベーション。でもだからあれちゃう、国民が知りたいことをこう命かけて操作してるんやみたいな、なんか使命感みたいなのあるんちゃう。マジで後藤真希の旦那さんの給料なんかでも自己正当化せな言われる仕事じゃないでしょ、そんな。げっすいなあ。まあ強いて言うと、あの人たちをなんか擁護する、擁護するとすれば、うん、顔出ししてやってるから、まだ名前も出してね、うん、そうだね、リスクも引き受けてるやん。まあな、敵いっぱい増やすだろうからね、それこそね。まあ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 プラマイ、まあマイナスやけど、まだでもまあまあちょっとこう軽減されるかな。だからネットニュースとかの人が一番立ち悪いよね。そうやな、確かにね。あとなんかああいう週刊誌、ネットニュース、まあ、一部新聞とかである、あの関係者はこう語るっていうやり口で、ね、某芸能ライターとかな、あれちょっと立ち悪いね。なんか、まあ、例えば町やったら松本人志に近しい人物はこう言っているって言って、なんかバチャバチャバチャって書いて、それお前が書いてんちゃうかっていう。そうやな。いやそれで言うとな、でもな全く同じような話になるけどな、佐世保でちょっと猟奇的な殺人事件があったみたいなんで、未成年っていうのもあって、殺した側は名前も顔も出してへんねん、殺した女子高生だって言い方されとったんやけど、まあ、殺された被害者の子は名前も顔も出てんねんけど、なんかあれ何だろう、中学かなんかの学芸会かなんかで歌を歌ってる映像が出るんよ、殺された何々ちゃんっつって、まあ1年前かな、なんかまあ普通に当然元気にしている。ああいう動画というか映像とかを誰がテレビ局に渡してんねんと。だってお父さんお母さんが渡すわけないやんか、本人がね、本人が今ほんまに辛い悲しいね、突然そんな、誰が渡してんねんっていうのもめっちゃ気分悪いよな。近所の同級生のお父さんお母さんやから、金で売ってるってことや、うん、だから正味アメアンが、うん、まあまああれやけど、仮にこの帰り道でぐさっと行かれてしまった時に、うん、ケンタがそう俺がアメアンの動画めっちゃ持ってます結構面白いのありますよって現在いやああいうこともようやるよな、なんかなんなんやろうな、それってどういう気分なんやろ。まあ別に金もらえるんやったらいっかなのかな。いやそれやったらむしろまた救いあるよね、うん、もうあの別にそんなあの人と親しくないし、いやこれ打って100万もらえんやったら全然あげますよみたいな。まあね、もう別にあの不純やってる、不純じゃないよね、だってお金欲しいのは当然やもんな、うん、で別にまあ申し訳ないと思うけど、これそれって50万もらえんやったらありですね。そうやな、だったらまあ逆に言うと分からんでもないよな、なんかそれであってほしいけどな、まだ、まあ、それでさえこう買うやらしさとか、まああるけどね、けどそ放送するやらしさとかね、だって親族の人とかもふとテレビ見るかもしれへんのに、そんなちょっと前のさ、なんかなんどう言われないのね。それ別にさ、亡くなった人の生前の VTR 見てどうすんねんお前ら。それをテレビで流して、いやそれでだからほんまに罪悪感を増させる、加害者に。まあ加害者見てないけどな、でも今はそんなテレビなんかな、留置場におるやろから、それポーってなるような、それされても、いや辛いしむごいし、こっちもなんかもう余計うわかわいそうやなってなるだけやな、なるだけやな。被害者のお父さんお母さんとかの感覚的に言ったら、えなんか周りの人がテレビ局の人にあげてるってことやろって余計思うやろな、ね、同級生の何々ちゃんのお父さんかしらとかな、アングル的に言ったら、うん、吉永さんとかやな吉永さんちのさよりちゃんやろとかあれねいやもうでも大体分かったりするしな、そんなんな。お誕生